花粉症対策を話し合う関係閣僚会議の初会合が開かれ、岸田総理大臣は6月までに対策の全体像を省庁横断で取りまとめるよう指示しました。花粉症という社会問題の解決に向けて、目に見える結果が出せるよう、実効性のある対策をまとめ、速やかに実行してください。岸田総理は花粉症は多くの国民を悩ませ続けている社会問題と指摘し、6月の骨太の方針までに来年の花粉症シーズンに向けた対策、今後10年を視野に入れた対策など対策の全体像を省庁横断で取りまとめるよう閣僚に指示しました。また具体的な対策として杉の伐採の加速や花粉が少ない杉への植え替え、スーパーコンピューターや AI を使った花粉飛散予報、完全に治す治療法の普及などを挙げました。